はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、五郎でございます。ということで今週の SKP 活動を配信していきたいと思いますということなんですけどもね、これ昨日の放送じゃないや、昨日の SKP 活動なんですけどもね、もう今筋トレをやってて筋肉痛なのと、バスケが激しくなってきてるのも相まって筋肉痛なのと、まあまあ体中筋肉痛な月曜日の夜に編集配信している五郎でございますということでね、今週日本出張なんでね、まあ木曜日からですかね、なんで、月火水はちょっとおとなしくしてようかなと思っている次第でございますさあそんなことはどうでもいい、そう、まあちょっと1ヶ月ぶりの日本なんでね、ちょっと今回はまあまあちょっと肝な打ち合わせが結構あって、珍しくまあまあ日中5本ぐらいアポが立て続けに入ってるんで、まあそこに合わせてのまあ提案資料というかね、まあそういったものをちょっとこのまあ先週ぐらいから煮詰めて作ってるんですけども、まあそんな感じで珍しく日中超絶忙しい出張かなみたいなありがたいですよね、本当にね。まあ今日はハイボールを飲みながらの、編集配信となってます。まあちょっとね、そうちょっとねというか、まあ比較的そのまあ個人的には今まあサラリーマンという形態、まあ中国のね会社に紐づいてビザ取ってもらってるんで、形態としてはサラリーマンではあるんですけども、まあちょっとまあ自分がやりたいサービスをやらせてもらえるようなすごいいい環境ではあるんで、まあ結構0から1、まあ1から10、10から100みたいなことをまあすごい早いサイクルで回していかないといけないような今状況ではあるんで、まあ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 いい意味でテンパってはいるんですけどねいい意味で、まあ比較的今までのビジネス人生の中でいくと、まあ01はまあ5割ぐらいで、10、100みたいなやつも3割ぐらいかな、で10、100、3割そうっすね、だから0、1、だから1、10みたいなやつって意外とないんですよね、比較的。なぜならサラリーマンの時ってまあ0、1は自分が作って、1から10はメンバーに任せるみたいな、でまた僕は0から1みたいなのがね、おっと一本決まった、ドフリよいしょということでね、0から1を決めたというそうなんですけど、今なのでまあ結構0、1のやつをもう5本10本ちょっと仕掛けて、まあ0から1になったのが5本ぐらいあるんで、まあ0から1も、おっと？あいよー！ 0から1もね、めちゃくちゃ大変なんですけど、まあ0から1になったとこで、今、ちょっと、誰かに投げれない感じなんで、0から1になったやつを1から10にするっていう作業と、0から1にする他のサービスっていうのをパラレルでやんなきゃいけないんで、まあ個人的にはそういう状況がめちゃくちゃ面白いんですけど、まあまあちょっと比較的大変な中の今週ちょっとね日本出張なんで、
まあ今言ったようなフェーズのサービスをいかにちょっと具現化していくかというのをね、ちょっとやらなきゃいけないんですけども、まあ、やっぱり、まあ、そんな中ですごいこうやっぱ感謝だなと思うのは、まあ、ありきたりではありますけども、まあ、友人、知人、まあ、知人はあんまりいないか、まあ、友人つながりの友人みたいな人を知人と呼ぶのであれば、まあ、ありますけども、結局そういったご縁に助けられているというとこなんで、うん、まあそこは持ちつ持たれつでは当然あるんですけど、なので今回の出張はまあまあ、まあ毎回そうなんですけど、まあまあ出会いが楽しみだなというようなね、そんな、まあ当然そんな中にバスケ関連のビジネスもね、ちょっと仕込んでますんで、そこをねちょっと今回形にできるかできないかという、まあまあちょっと瀬戸際なので、ちょっと渾身の企画書をねチャット GPT に考えてもらって今ブラッシュアップして、ちょっと休憩中に編集をしているような、そんな五郎でございます。ということでね、まあこういう話が嫌いな方は、即ね、番組見ないでいただいて、もう全然構いませんのでね。さあ、そんなわけで、残すところ、もうすぐ終わりな状況になっております。ということで、今週木曜日からかな、日本出張行きますんで、なんか機会ある方はお会いできればなと。いうような次第でございます。ということで、終了